2024年4月8日、北米で皆既日食が観測されました。数分の間、辺りが夜のように暗くなり、多くの人々が世紀の天体ショーを目撃しました。しかし近い将来、この皆既日食を二度と見ることができなくなると聞くとどうでしょうか。10億年後、地球からは皆既日食を見ることはできません。地球は今とは全く異なる姿に変貌を遂げているのです。宇宙、地球、そして地球の生命、それらは10億年の間どのような進化を遂げるのでしょうか。1億年後の地球のさらに未来のお話。今回は10億年後の地球はどのような世界なのかについてご紹介したいと思います。前回の旅では1億年後の地球がどのようになっているかを紹介しました。今回は1億年以降の出来事を中心に紹介していきます。1億1000万年後、太陽の高度が現在より 1% 増加することになります。太陽はそのコアに存在する水素の核融合によりエネルギーを得ていますが、そのためには莫大な圧力が必要です。そのため、いかに太陽のような巨大な存在であれど、その中心部でしか核融合反応を起こすことができません。しかし、このままでは核融合の燃えかすであるヘリウムがコアに溜まっていき、核融合の燃料が少なくなっていきます。すると重力により太陽の中心部付近により高い圧力がかかるようになり、結果として以前より広い領域で核融合が発生するようになります。これにより太陽はほんの少しずつ高度を高めており、そのペースが現在では1億1000万年につきおよそ 1% なのです。1% であれば地球の環境に大きな影響はないと考えるかもしれません。実際、これ自体は生命にとって致命的ということはないでしょう。この時点であればですが、2億年後、地球上の1日が25時間になります。現在は月が地球を回る周期よりも地球の自転周期の方が短いため、地球のある地点から見ると月を追い越すような形になります。一方で月の重力は地球上の物体、例えば海にも作用し、月に近い位置にある場所に海水が集まります。これが潮の満ち引きの原理です。一方、大量の海水が月に引っ張られることにより、より早く回る地球との間に摩擦力が発生し、これが地球の自転を遅くするような働きを持ちます。そのため月が存在する限り、地球の自転速度は少しずつ遅くなっており、反対に月は少しずつ地球から離れていきます。もしこの時に人類が地球上で生活していたとしたら、一日にできることが少しだけ増えると聞くと少し得なような気もします。2億5000万年後、地球の大陸が再び一つとなり、超大陸を形成している可能性があります。以前のバイエンスでも紹介したように、地殻変動は予想が難しく、様々なモデルが存在します。その中の一つとして、2億5000万年後に、パンゲア・ウルティマ大陸と呼ばれる超大陸が出現するというものがあります。ある予想では、超大陸はコの字型をしており、大西洋は巨大な湖としてその名残を残すまでとなっています。現在のインド洋に相当する部分が内海となっており、その入り口部分は現在の南米大陸、南極大陸とインドネシア。気になる日本は太平洋に面していることは変わりませんが、現在のロシア、韓国、中国、フィリピン、パプアニューギニアなどと陸続きになっていると考えられています。3億年後、太陽系を代表する光景が姿を消す可能性があります。それは土星のリングです。土星のリングは一枚の板のように見えるかもしれませんが、その正体は無数の小さな氷の塊が土星を周回しているものです。しかし、リングを構成する物質は少しずつ土星に降り注ぎ、リングは徐々に小さくなっています。土星探査機カッシーニの最後のミッション、グランドフィナーレのデータによると、その量は毎秒 400kg から 2800kg。 このペースでリングの物質が失われていくと、3億年後にリングが完全に消失すると予想されています。土星のリングを目撃できている人類は
非常に運がいいのかもしれません。4億年から5億年後、超大陸が形成されてから1億5000万年から2億5000万年が経過しました。この頃になると陸地は現在のようにいくつかの大陸に分かれて存在するようになります。地球の大陸は5億年から7億年周期で超大陸を形成し離れていくというサイクルを繰り返しており、この時期では大陸が離れていると予想されています。現在よりおよそ3億年前に形成されたとされる超大陸パンゲア大陸、そのおよそ5億5000万年後に形成されるパンゲアウルティマ大陸ですが、その意味は最後のパンゲア。超大陸が形成される5億年から7億年のサイクルが存在するのに、そのような名前になっているのには訳があります。実は超大陸を形成するのに必要なプレートテクトニクスはいつか停止すると考えられています。大陸を動かすほどの原動力は地球の奥深くマントルの対流により発生していると考えられています。そのマントルの対流は太陽の表面の温度にも匹敵する地球の核よりもたらされています。しかし地球の核は徐々に冷えていく最中であり、無限にエネルギーを供給できるわけではありません。そのためやがてはマントルの対流が大陸を動かすほどの強さではなくなり、プレートテクトニクスが完全に停止します。その時期は近年においては10億年以降という予想が主流ではあるものの、最短では現在より5億年から8億年と予想されています。そのためパンゲアウルティマ大陸がバラバラになったまま二度と超大陸が出現しない可能性があるのです。6億年後、この頃に地球は最後の皆既日食を経験することとなります。先ほど紹介したように月の重力により潮の満ち引きが発生し、海と地球との摩擦により地球の自転が遅くなります。その一方で月を追い越そうとする海も重力により月を前に引っ張る働きを持ちます。そのため月も毎年少しずつ地球から離れていき、そのペースは1年でおよそ4センチメートル。日食は月が太陽と地球の間に入るときに発生します。現代の地球は太陽が月の後ろに完全に隠れるようになる皆既日食と、完全には隠れず外周部のみが見える近環日食、その両方を体験できる貴重な惑星です。しかし6億年後には月が遠ざかりすぎてしまうため、地球ではそれ以降近環日食しか発生しないのです。世紀の天体ショーは今のうちに楽しんでいくといいでしょう。とはいえこの頃まで人類が地球に暮らしていたならば、日食よりもはるかに大きい問題に直面します。それは太陽が放出するエネルギーが大きくなりすぎて、ついには生態系に大きな影響を及ぼすようになるのです。昨今人類共通の問題として取り上げられている地球温暖化、原因としてよく挙げられるのが二酸化炭素などの温室効果ガスの放出ですが、それは大気中の温室効果ガスが増えることにより太陽のエネルギーが逃げることなく地球を温めてしまうという仕組みがあります。それだけではなく、温度が上昇すると太陽の光を反射しやすい氷も減少するため、さらに温暖化が加速するという温室効果ガスの放出により温暖化が進み、それがさらなる温暖化をもたらすといった具合に温暖化が加速し、やがては止められなくなってしまうことが心配されています。しかしこのように少しの変化が増幅されて温暖化が止まらないという状況になるのであれば、過去の地球で温暖化の進行に歯止めがかからないような状態になぜなったことがないのか疑問に思うことはありませんか？それには複数の答えが存在しますが、大きな要因の一つは温度が上昇するほど地球を構成する岩石が大気中の二酸化炭素を吸収しやすくなるためです。炭酸塩珪酸塩サイクルと呼ばれるこの仕組みは、大気中の二酸化炭素を大地に戻す働きを持ちます。そのため太陽の高度が 5% 以上増加しているおよそ6億年後には、大気中の二酸化炭素濃度が極端に少なくなることが予想されています。ここで問題となるのが、光合成により大気中の二酸化炭素からエネルギーを得ている植物です。現在光合成には3つの方式が存在し、そのうち C3 型光合成と呼ばれている方式は大半の植物が採用しています。しかし C3 型光合成は
大気中の二酸化炭素濃度が最低でも 150ppm ほどないと成り立ちません。そのため温度上昇に弱いこともあって植物の大量絶滅が発生するでしょう。その中には米、小麦、芋、大豆、綿花など人類にとって極めて重要な植物も含まれています。残った C4 型光合成と CAM 型光合成を利用する植物も上昇し続ける温度と二酸化炭素濃度の低下により8億年後に二酸化炭素濃度が 10ppm を切るようになることでついには耐えられなくなるでしょう。そうなると生態系の崩壊は目前です。植物が絶滅するとともに食料がなくなる動物も絶滅し、地球上から多細胞生物が消えてなくなります。残された単細胞生物にとっても残された時間はさほど多くはありません。11億年後には太陽の高度は現在より 10% 増加するようになり、地球の平均気温は47度、大気中の水蒸気の多くは成層圏に到達するようになり、そこで太陽の紫外線を受けて分解されます。その結果軽い水素は宇宙空間へと流出し、二度と地球に戻ることはありません。そうなると地球の海の大部分が失われるようになるのにさほど時間はかからないでしょう。このように太陽が地球を飲み込むのはまだまだ先ですが、そのはるか前に生命にとっては辛い時代が待っています。映画を極めたかのように見える現代の人類ではありますが、おごれるものは久しからず、その天下は歌方の夢のように崩れ去る運命なのかもしれません。今回のバイエンスはここまで。またお会いしましょう。